今日未明、浜松市西区で線路内に置かれていたタイヤと列車が衝突しました。警察は何者かが列車の往来を妨害したとして調べています。今日午前2時20分ごろ、浜松市西区坪井町の JR 東海道線東光寺踏切付近の線路にタイヤが置いてあるのを貨物列車の運転士が見つけました。列車は減速しましたが間に合わず、 タイヤと接触しましたが、運転士に怪我はありませんでした。線路にあったタイヤは四輪タイプのものだったということです。警察は何者かが線路にタイヤを置いて列車の往来を妨害したとして捜査しています。